伊藤岳君日本共産党の伊藤岳です野党は中小事業者への家賃支援法案を共同提出しましたが中小企業庁に聞きます国は中小事業者への家賃の補填を一体いつから始めますか中小企業庁蒲田次長お答えいたします 経済産業省といたしましては、テナントとなる中小事業者などへの事業継続の支援といたしまして、日本政策金融公庫などが既に実施しているような実質無利子、無担保、官本返済を最大5年間制約などの融資措置を講じていますとともに、持続化給付金によりまして、人の制限のない資金を供給すると。 ということでのうち、一代家賃の支払いなどにも用いることのできる人の制限のない資金といたしまして、持続化給付金でございますけれども、一日も早く事業者の皆様にお届けすることが重要であるというふうに考えておりまして、補正予算成立の翌日から申請受付を直ちに開始し、早ければ5月8日にも事業者への給付を開始したいというふうに考えているところでございます。 伊藤君、まあ、持続化給付金で頑張ってもらいたいと言うんですが、200万円ですよ、事業者がバタバタ倒れてきますよ、これ見て見ぬふりをするんでしょうか、埼玉県商工団体連合会が昨年8月に実施した調査で、営業所得、つまり収入から市場経費を引いたものが年間300万円未満の中小事業者が48.1%を占めていました。 40代夫婦、子ども2人で営業所得257万円のモデル世帯の場合、税や国民年金などを引きますと、月17万円となり、貯金までは回らないんです。この収入源の中、家賃を払う蓄えはないというのが実態です。埼玉市の飲食店のおかみさんは、売上がゼロの日もある中で、63万円の家賃の請求が来て、途方に暮れています。 このおかみさんは、生命保険を解約して、140万円を受け取って、これを家賃に充てるそうです。140万円から63万円の家賃を引いたら、80万円を切ります。来月分の家賃を支払ったら、もうおしまいと言っていました。中小企業庁、こうした事業者を救ってくれますよね、持続化給付金は追加して、継続して給付してくれますよね、どうですか。蒲田次長 お答えいたします、えー、事業者ごとにあの組織規模ですとか所在地による差がございますので、一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小小規模法人の95%を占める50人以下の事業者につきましては、固定費の地,地代家賃、国空宣費などを合計した費用の平均が年間400万円程度、個人事業者につきましては年間200万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては、 年間のこうした支払いの負担の平均6か月分に相当する額として給付するというところでございます。経済産業省でいたしましては、まずは持続化給付金の早期執行に取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、今、ご指摘の点でございますが、その上で、今後の事態の推移を踏まえながら、事業者の皆様の声を真摯に耳を傾け、必要な支援について検討を行っていくこととしたいというふうに考えております伊藤君。あの今後の事態の推移を見ていっていますが、もう2月、3月、4月、3回月ですよ。 も立っているんです今、検討していただけますね、追加の給付。われわれといたしましては、えー、一刻も早くです、ねえー、この持続化給付金を事業者の皆様にお届けさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症によります経済の落ち込みにつきましては、前例がないものでございまして、残念ながら感染症の収束が見通してない中で、今後、どの程度の期間にわたり、経済の下振れが継続するかは見通してないという状況にございますので、このような中、今後の事態の推移を踏まえながら、事業者の皆様の声に真摯に耳を傾けて、繰り返しになりますが、必要な支援について検討を行っていくということとしたいというふうに考えておりまますす以上でございます伊藤君。 検討を行っていくと言われましたそこは確認したきたいと思います福岡市や北九州市などは家賃の八割の保障を始めています自治体のこの動きは広がっていくと思われます国が遅いからです財政調整基金を取り崩して手当てする事態もあります例えば毎年頻発する自然災害に備えたそのための財政を切り崩している状況にあります内閣府にお聞きするこうした地方自治体独自の家賃保障事業に 補正予算で計上された地方創生臨時交付金を適用できますか。内閣府地方創生推進室村上次長。お答え申し上げます。今回の臨時交付金はコロナウイルス対策ということでありませれば、地域の実用に合わせて家賃補助も含めて、え自由度高くお使いいただく仕組みでございます。それから既にあの先にして始めておられるという話ございましたが、あの交付決定前に活着手した事業であっても、 令和2年度予算に自治体で計上している予算であれば、4月1日までは遡って、これも令和元年度は地財措置が別途取られているからでございますけれども、4月1日以降に遡って適用できる、こういう仕組みにしてございます。限られた財源ではございますので、国で共通でやっている制度をよく見極めた上でということではございますが、その上で、地域でご必要というふうにお判断されるのであれば、ぜひお使いいただきたいと、こういうふうに考えてございます。伊藤君地方自治体の家賃保障事業へ 地方創生臨時交付金が適用でききると確認させていたただきました次に、補正予算に盛り込まれた徴収の猶予制度の特例では、前年同時期比、おおむね20%以上の収入が減少した場合に、無担保かつ無利子で1年間徴収猶予できるとしています。これが幅広く適用されて、スピード感を持って実施されることが重要だと思います総務省に聞きます。 おおむね20%以上の収入の減少の適用にあたって、仮に20%以上に至らないことも、例えば18%とかでも、ですね収入減少によるその事業者への影響を丁寧に聞き取って、徴収の猶予の適用を行うべきだと思いますが、いかがですか総務省楓自治税務局長。今回の徴収猶予の特例におきます、前年同期比おおむね20%以上の収入の減少。 という基準の適用についてでございますけれども、収入の減少が20%に満たないことのみをもって、一概に特例の適用が否定されるものではございませんで、20%未満の場合でありましても、個々の納税者の置かれた状況や、今後の収入減少の見込みなどに応じて判断されるものと考えております藤君、はい。大臣に1つ提案があるんです。 中小事業者が所有するものにかかる固定産税、都市計画税に軽減措置が取られますが、所有するものに土地は対象となっておらず、これではわずかな軽減にしかなりません、土地も対象に組めることをぜひご検討いただきたいと思います。答弁はは結構です、えー、大にに聞きたいののの最後にこの新型コロナ危機の中命と暮らしを守り 国民みんなで乗り切ろうというときに、滞納者への差し押さえは控えるべきだと、このことを問いたいと思います。埼玉県内のある市役所で、こんなポスターが貼られていました。観納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない。赤字で書かれたプレートです。その隣に、滞納処分強化、担保の提供というポスターも掲示をされています。また、千葉県八街市の市民からは、 コロナの影響でフルに働けなくなったが、まあ、収入が減ったが差し押さえられて困っているという相談も来ています徴収の猶予について丁寧に説明するどころか滞納処分をことさら強調するまた収入源で苦境に立たされている市民に差し押さえを強行するこうした住民の首を絞めるような自治体の対応でいいのでしょうか総務省通知3月18日の通知の趣旨にも 沿わないのではないかと思いますが、大臣、どうでしょうか高市総務大臣新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、財産に相当の損失を受けた納税者が納税者や、売り上げの急減により、納税視力が著しく低下している納税者などに対する柔軟な対応地方団体の税務当局に対して要請をいたしました。 でまた、差し押さえなどの滞納処分につきましては、この地方税法によって、滞納処分によって生活を著しく休迫させる恐れがあるときは、その執行を停止できることとされております。ただ地方税税に対する納税者の信頼を 確保するということも重要でございますので、差し押さえなどの対応処分も含めて、地方税法などの規定に基づいて、適切かつ公平な税務執行に取り組んでいただかなければならないと考えております伊藤、はい、君、まああの、通知で自治体に猶予を促しているわけですから、まあ、その自治体の判断の実行をです、ね、見届けていただきたいと思います。 今、滞納処分や差し押さえを強いることは、生活と成り合いを破壊することにつながります。生活と成り合いがもし、答えられなければ、その後、経済を立て直そうとしてもできません。今、生活と成り合いを応援し、家計を温めて、単税能力を寛容することこそ、コロナ収束後も、日本経済のまともな循環と持続可能な成長を可能にすることになると思います。大臣、最後に、新型コロナの影響が続く期間の間、差し押さえは控えるべきだと思います。 改めてどうですかあの時間がまいっておりますので、簡潔にお願いしますまあ各地方団体におかれましては、地方税法の、えー、規定をきっちりとまあ踏まえながら、納税者の皆様の個別、具体的な、えー、実情を十分に把握していただいた上で、適正な執行に取り組んでいただきたいと考えております、はい、終わります。はい 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。地方税法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか<し>はいご異議ないと認め、採用決定いたします。令和2年度と特別定額給付金等にかかる差し押さえ禁止等に関する法律案を議題といたします。まず提出者、衆議院総務委員長、大口義則君から趣旨説明を聴取いたします。大口義則君